どうも、マックス鈴木です。私は本日、神田に来ております。神田のガード下にある、今日のお店さん、こちらでございます。ででん。ちょっとBGM かかってるんで、こちらでやってるんですけれども、伊藤課長さんというお店さんなんですけれども、こちらで、やられているチャレンジメニュー、開始からだいたい3ヶ月ぐらい経ってるらしいんですけども、で、挑戦者が今まで6名いらっしゃって、なんと、成功者がいないと。最近ちょっとやらせていただける機会が多い成功者ゼロチャレンジ、果たして今回マックス鈴木チャレンジ成功できるのか。今のところね、今日現在立て続けに2回やって2回とも失敗してるという、何してんのあなたっていう、あなた誰ですかって感じなんですけども、あ、ご紹介遅れました。どうも、チャレンジメニュー紹介おじさんです。よろしくお願いします。で、本日チャレンジさせていただくメニューがこちら、でねーん、神田チャレンジ。はい、神田市場最も重い焼肉丼、伊藤課長さんの名物の、炭火焼き牛カルビ丼、こちらランチとかでもやられてるんですけれども、これ、ね、約13人前で、なんと内容が、総重量5キロで、頭が 1.8、お肉が 1.8 キロのご飯 3.2 キロと、で制限時間20分、いくらできたら賞金5000円とで、チャレンジ失敗の方は5000円頂戴しますという要予約でございますんで、な、これ3連敗見えとんな。ちなみにこれはですね、僕の大食いの大先輩でございます、庄司さんから、教えていただいたというか、ご連絡いただいたやつなんで、庄司さんありがとうございます。そんな感じのマックス鈴木インカンダー、よろしくお願いします。チャレンジ、はい。3連敗は避けたいな、行ってきます。一応ちょっと作戦考えてるんですけど、ちなみにこうチャレンジさせていただく2階の席なんですけれど、焼肉丼、炭火焼き牛カルビ丼なので、結構肉、赤身と脂身分かれてると思うんですよ。なんで、最初に肉全部やっつけようと思ってます。で、あとどこまでご飯入れられるかなって感じなんだけど、肉がどれだけ手こずるかですね。1.8 なんですよね。理想は5分以内に食べて、残りの15分でご飯の 3.2 を入れたいんだけど、もし10分ぐらいかかると相当きついことになるなっていう感じがしますね。いや、肉の状態は緊張します。はい、待ちましょう。はい、というわけで準備が整いました。こちらが神田チャレンジで総重量5キロ、改めまして頭が 1.8 のご飯 3.2、 肉 1.8 のご飯 3.2 ですね。はい、20分です。20分、こういう感じですね。こういう感じ。先生、長々とすみません、手渡しました。カウントダウンの5秒前ぐらいからちょっとカウントダウンしてみてもいいでしょうか。はい、すみません、お願いします。はい、5、4、3、2、1、スタート。よいしょー、いただきます。いただきます。お願いします。うん、
飲み込めなくて中にいっぱいこれ入れちゃいけないやつ最初に肉めちゃくちゃ入ってたのびっくりしました。肉の方が飲み込むのきついんで、あ、米はもうね、水があればこうガーっていけるんですけど、肉はどうしてもやっぱ繊維質なんで、こうなんかこううまくこうなんかつるって喉越しもいけないので、そこはやっぱ最初の序盤の喉の力が残ってるうちにやろうっていうのも決めてて、でも、これで来てくださいね。あらしゃん、あらしゃん、こちらの伊藤和夫20年を15分で伊藤和夫さんの全面協力のもとに喋らせていただきました。で、あら、こちらですね、すいません、こちらのカルビ丼、これの13人前なんですよ。で、ランチとかも結構豊富にあって、お持ち帰りとかもやられてるので、もし神田駅来たらいただければなと思いますんで、ガード社の関並さんなんですね、よろしくお願いします。ありがとうございます。
おめでとうございます。じゃあ賞金の賞金のうわーっしゃーまーすよかったなんとかなんとかやっと自粛後初のクリアをさせていただくことというかすることができました。ありがとうございました。本当に伊藤課長の皆様、伊藤課長さんの皆様、神対応というか本当にお優しくて本当に最後まで楽しみませていただきました。ありがとうございました。これからもマックス杉TV よろしくお願いします。よかったよかったって気持ちの方が正直でかいな。じゃあね。